どうも皆さんこんにちは。今日は2023年2月の27日ですね、月曜日でございます。天気は、引き続き快晴でございますね。朝の9時頃から夜の9時頃までずっと晴れという形の、ね、天気予報となっております。さあそんな快晴の天気の中、おなき1号についてはキーカツラ雪ですね。こちらは85の14と85の1109ということで、昨日のなき1号のです、ね、増結の1109が、ね、来ておりますね。1111と交代でございます。さあ今日はですね、飛騨2号を、ね、名古屋駅という、ね、D5 編成、ちょっと車両区でですね D2 編成が半分切り離されてね、あったのをちょっと見たんですけども、ちょっとですね車内から撮ることができませんでした。 D2 編成が、半分ですね、それ1号車2号車で、ちょっと切り離しがされておりましてね、ちょっとそれが見ることができました。これから、続いて飛騨5号ですね。飛騨5号については本日凍結ございませんが、飛騨号についてはまた、1、3、それから11、19というね、それの凍結がございますね。はい、そんな感じでございますね。飛騨号もまだまだ凍結が続いております。ただ組み替えは特に、ね、ございませんのでね、このような形でね、なっております。前と同じものが来ておりますね。はい、こちらが1108月の、ねやつでございます。さあ信濃号については昨日に引き続き本日も10両編成がありますが、13号の1編成だけですね、あとは最大が8両というような形でございますね。10両編成は1編成、それから南紀号については本日はまたオール2両に戻ってしまいました。そんな感じでございますね。これは昨日の南紀の1号車2号車が帰ってきておりますね。85の4と85の1209というペアでございます。動画はこれで終了ですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また撮るときにですね、撮っていきますので、ぜひともご視聴ください。それではまた会いましょう。さよなら。